はい、皆さんこんにちは、ワンダリングルビーチです。では今回からプレイしていくのはこのスプリームルーラー2020ゴールド、こちらをプレイしていきたいと思います。で僕もですね、実はこのゲーム全く知らなかったんですけども、パラックスが作ってるみたいですね。2008年の発売になっているみたいです。で舞台はですね、2020年の世界を舞台にしたシミュレーションゲームになっているんですけども、まあ、一言で言うと現代版ハーツオブアイアンみたいなね、そんな感じになっているのかなと思います。で一応チュートリアルと30分、40分かな、ロケハンをしたぐらいですので、詳しい方いらっしゃればですね、ぜひぜひチャンネル動画のコメント欄もしくはツイッターの方までアドバイスとかご意見とかいろいろお寄せいただければ嬉しいなというふうに思います。では早速スプリームルーラー2020ゴールドプレイしていきたいと思います。でですね、一応選べる国家、まあ、キャンペーンがいくつかあるんですが、基本的にはこのグローバルクライシスでプレイしていこうかなと思ってるんですけども、選べる国家の数はですね184国家の中から選べる形になっていて、かなりマニアックな国も選べるというところになっています。今回は日本でプレイをしていこうかなと思うんですが、まあ、例えばブータンとかね、この辺りも選べるとプレイアブルの国になっているというところになっています。あとはですね、僕の好きなタイとかね、一応そのタイの状況もコメントとして出ていて、左側にはタイは南部のマライで、分離主義者の活動に直面、製造業が盛んで特に自動車と農業製品の輸出は経済成長を促進させていますというようなところで、一つ一つの国にこういったものがちゃんと書かれています。で今回プレイしていく予定の日本はというと、日本経済は原材料を輸入に依存、現在日本は中立を宣言というふうになっています。で人口は1億3500万、で GDP が31,500ダラーですね。例えばじゃあ近隣の北朝鮮とかは GDP は1700で、慢性の経済問題に直面していて、国民は食料も満足に取れないと。2006年から核保有国となりましたというような内容であったり、まあ、韓国もね、きっちり書かれていると。あとは中国も一応アジアのくくりに入っています。台湾なんかもいますね。で、もちろんアジアだけではなくて、アメリカとか、あとはヨーロッパであればイギリスとか、まあ、いろいろ選べるというような内容になっています。今回は先ほどお話ししたように日本でプレイの方をしていきましょう。では早速プレイの方を始めていきましょう。で戦国時代のゲーム、第二次世界大戦のゲームはちょこちょこプレイの方しているので、それなりに兵器の知識とかもついてきているのかなというふうに思うんですけども、現代版となると全く知識が乏しいので、ぜひぜひ皆さんからねコメントアドバイスいただきながら教えてもらえば嬉しいなという状況です。では早速見ていきましょう。まず画面の見方なんですけども、画面の上、まあ、選択している国日本というところと、左側にはお金、まあ、いわゆる国庫って書かれているところがお金です。ここですね。で右側には GDP で、その下には日付と時間の進め方が入っています。でマップはね、全世界マップになっていてこんな感じですね。で星がついているところが首都があるところです。日本で言えば東京で、東京の状況なんかもね一応見て取れるというところになります。で僕の住んでいる船橋も選べるんですね。でここにはミサイル基地、海軍基地があるよ、あとはそれぞれの工場もありますというところになっていますね。
まあ、この辺りは何なんでしょうね。船橋は、まあ、厳密に船橋ではないかもしれないですけど、習志野に駐屯基地ありますもんね、自衛隊の。で、人口はこの時の統計だと95万8554人というところですね。なのでもしね、皆さん住んでるところの人口を見してとか、何やるのとかってなればおっしゃっていただければ、追って見ていきたいなと思います。じゃあ、あとはですね、バンコクとかどうなってるのかなというところですね。まあ、ここはね、僕の好きなタイ、まあ、いろいろ今までもお話ししてきているところにはなりますけど、一応こういう形でちゃんと選べますと。で、続いて平壌でも見ておきますか。平壌、平壌は人口は62万人と。で、さすがにミサイル基地、さらには空軍基地ありますね。で、ちなみに3、40分ロケハンしたときはいきなり北朝鮮から宣戦布告を受けましたね。なかなか面白いカオスな展開でしたが、では今度はですね、簡単に画面の左側にあるパレット型のコマンドを紹介して時間を進めていきたいと思います。まず国土省、経済省、あとは科学省、財務省に外務省、情報省に国防省で、参謀本部というパレット型の選択ができます。で、ここからさらに細かく見ていけるんですが、領土状況、民間がどれくらい領土として持っているかとか、軍事の拠点がどこにあるかっていうのに対して、それぞれですね、詳細を見る、さらには軍隊を進出させるというようなコマンドが選べます。で、経済省のところで言うと、主なこのスプリームルーラーの世界で扱われているものとして、上から穀物、水、材木、石油に石炭で、さらには鉱石、ウラン、電力、消費物資、産業物資、軍需物資という形で、これらがもうほぼほぼ全てになっています、この世界の経済を回すのは。で、穀物を例にとって見ていくと、まずですね、穀物は生産が青い棒グラフで、消費量が赤い棒グラフですね。なので、赤い棒グラフの方が上に立っているものは基本的にはもう輸入に頼っている部分になります。で、あとはちょっと少ないですけども、在庫ですね、まあ、いわゆる備蓄になります。で、それぞれに対して、生産量とかそういったものを調整できるというところなんですが、今回はもう石油を見ていきましょう。分かりやすいし、石油はですね、実はこの後すぐ枯渇します。で、値段が上がっていってしまって経済が回らなくなるという状況がありましたので、まずは国内の販売価格を少し抑えましょう。今269ダラーなんですが、これを生産費に少し近づける200ぐらいまで下げていきましょうか。これスライドバーで操作してます、今。で、あとは産業調整ですね、まあ、いわゆる生産調整だと思うんですが、そういったこともできます。で、輸入をする場合には、国を選択して輸入もできますし、世界の市場から自動的に購入することもできます。で、最大でいくらまで、あるいは何個まで、何ユニットっていう単位ですかね、この世界では輸入するよ、あるいは輸出するよっていうのもここでできます。で、商品の施設というのは工場ですね。で、生産量なんかもここで、できます。費用がいくらかかって、どんだけ、じゃあこの場合だと石油を出すかと、これはね、大きさによって変わってくるところになりますね。で、消費と使用はさっき見てもらいましたけども、例えばここだとですね、容量と生産、需要、消費、備蓄がそれぞれ入っていて、さらに生産費と売り出し価格というのが出てると思うんですけども、これ生産して余ったものがもしあれば、輸出を行うことによってこの差分が自分たちのお金に利益になるというところになります。では続いて科学省見ておきましょう。で、科学省を見ると画面の左側に研究一覧、
5分の0となっていると思うんですけど、これ5個同時に研究ができるよというところで5分の0です。でこれは国によって違います。あとはこれを増やしたかったら研究施設を増やすということをやっていくことになります。じゃあ早速ですね、利用可能な研究の中から研究をしていきたいんですが、項目としては大項目6つあります。戦争、輸送、科学、技術に医療、社会。じゃあまずはね、1項目ずつ選択して研究を進めていきましょう。何を最終的に研究したいかなんですけども、例えばねこの核兵器とかってやると、計画に関する国内世論、国際世論がどういう状況かっていうのも見て取れてですね、これ強固に反対になってるんですね。なのでこういうものは基本的にやらない方がいいのかなと思っています。まあ、ただここはねちょっとわからないですからね。でやっぱり日本はね、空母が欲しいですよ。空母が、さっきの対戦でね空母作れませんでしたけど、で例えばじゃあ空母をね、作ろうとすると、例えばこの大きな空母を作ろうとすると、技術要件で空母カタパルトシステムが必要だというふうに出てくるんですね。なので、こういうものをきっちり最終目標をどれにしたいかというのを見ながら研究を決めていく必要があるかなと思います。空母はねちょっと先が長そうなので、空母に必要な技術はアメリカから買っちゃうとかね、そういうことも一応できます。じゃあ、戦争の項目の研究一覧に戻って、どうしようかな、何を研究していくかなんですが、何が一番でこの後北朝鮮と戦うときに必要になってくるかというところだと思うんですが、誘導ミサイルでもやる？誘導ミサイル、誘導システムを用いて発射後自己制御のもとに目標を追跡する高性能なミサイルを開発しましょう。まあ、やっぱり最近もミサイルですからね。あと科学の中ではダークマター、遺伝子治療とかねありますが、じゃあここからも一つ選んでいく、何がいいかな。ちょっとこれっていうのがないんで、ちょっと技術を先に見ましょう。技術はガソリン生産アップグレード。ガソリンはあんまり出ないからな、ここからは。日本からはね、ガソリンに頼るんだったら合成燃料でもやりますか。合成燃料を研究していこう。で医療、医療は若返り薬品、これだ、これに決定だ。これをするには、次の技術が必要ですっていうところで、病気因果関係と遺伝子治療で、遺伝子治療が赤くなってると思うんですけど、遺伝子治療がまだ研究されてないんで、前提となるこの遺伝子治療が先に必要だよっていうことですね。遺伝子治療はじゃあどこにあるかというと、科学かな。遺伝子治療あるね。で遺伝子治療をやるには基幹細胞が必要だよっていうんで、じゃあ基幹細胞をやりましょう。基幹細胞をやって遺伝子治療をやって若返り薬品を開発、これを全世界に売りさばけばかなりの金になりそうですよね。あとは社会のところではエネルギーの節約なんかあるな、これすごくやりたいけど。農業のアップグレードもいいな。遺伝子組み換え作物、なるほど、これも科学っぽいね。じゃあエネルギーの節約と、いや軍事もやりたいけど、ここは遺伝子組み換えの作物をやりましょう。でちなみに遺伝子組み換え作物は研究に180日かかって、研究費に2500メガダラーですね、かかるということですね。まあ、やっていこう。まあ、こんな感じで研究ですね。で続いて財務省なんですが、ここではまず今見てもらっているところが社会保険、社会保障のコストになってます。で例えばですね、家族支援金だと1日あたり現在は65メガなんですが、推奨としては164メガが
まあ、ふさわしいですねっていうような内容ですね。あと税金ですね。ちょっとここ面白いのがですね、消費税。これ2008年に作られている、リリースされているゲームなんですけども、2020年の日本の消費税の税率 25% になっています。まあ、ここもね、税率は調整可能なところです。あと国債ですね。まあ、新たに国債を発行することもできますと。で、収入としてはこういうものがあるね。支出としてはこんな感じです。じゃあ貿易はっていうとこんな感じで見ていくことができます。で続いて外交です。外交。で外交のところはですね、ちょっと面白いんですけども、各国の国家ニュースなんかも見れる。まあ今はねまだ何もないんですが、あと貿易も国を指定して貿易することもできます。じゃあですね、早速日本はこの後いろいろと戦いに巻き込まれていくであろう韓国とは外交を進化させていきましょう。まあいろいろ問題はありますけどね、まあ、ゲーム上の話です。どうしようかなっていうところなんですけど、まあ上からミサイル防衛条約で、正式同盟とかで、あとは自由貿易、まあここは戦争とは関係ないところにはなると思います。じゃあ、今大使館と犯罪人引き渡し条約しかないんですけども、ここに、どうしようかな、相互防衛条約を早速ぶち込みましょう。ちなみにアメリカに対していきなりこの相互防衛条約を申し入れても完全に無視されますね。で、あとは台湾あたりにも同じことを要求しておきましょう。相互防衛条約。じゃあ続いて情報省なんですが、まあ共同法、ここは戦争が始まったら使う項目かなと思います。でスパイ活動は早速じゃあスパイを送り込みましょう、まあ、もちろん韓国あるいは北朝鮮、この辺りにスパイを送り込んでいきます。であとは偵察の適用とかっていうことも、衛星ですね、適用もできます。まあ、あの偵察衛星とかね、ミサイル防衛用の衛星。で続いて国務省なんですが、国防省が、ここでは軍事系のユニットの生産なんかができます。で、どのでユニットを生産していけばいいのかっていうのは少しわからない部分もあるんですけど、まあ、例えば陸軍系、空軍系、海軍系、ミサイル系と4つのカテゴリーに分かれていて、海軍だと例えばですね、空母であればヒューガが作れるよと。でヒューガのパラメータはこんな感じになってますと。まあヘリ空母ですよね、確かヒューガって。今いわゆる正規空母を日本は持ってないので、まあ、この空母を運用するんであればヘリ空母が中心に今はなるかなと思います。で陸軍系のユニットであれば、例えば戦車は J-90、こんな感じのがありますと。でちょっとみそびれましたが、例えばですね、アメリカと外交の交渉をする場合にユニットやミサイルのデザインをくださいということができるんですね。例えば海軍であれば空母、空母エンタープライズ、これをくださいっていうこともできます。もちろんね、ただでもらえるとは限らないので、お金を渡したり、あるいは交換する技術を渡したり、まあそういうところが出てきます。F-15 なんかもね、もらえたりはしますんで、ここをどうしていくかっていうのは、まあお金との相談になりますね。じゃあ最後、参謀本部なんですが、ここは実際にユニットを動かすところになります。まあ日本は戦争はしない国になっているので、すべては今予備ユニットに入っています。でここ少し注意が必要なところなんですけども、国防省のところで防御体制、これ軍部展開権限が
今だと全力になってると思うんですけど、これそのものをすると勝手にユニットが予備役から前線に配備されていってしまってお金がかかるので、今戦争中ではないので全てなしに変えておきましょう。じゃあこれでね、一通り簡単ではありますけど見てもらいましたので、時間を進めていきましょう。で、時間の進め方は6段階になってるんですが、ここでは便速にして、じゃあ時間を進めていきます。で、情報の報告とか出てきてる、外交取引成功になってるな、これは台湾とは相互防衛条約があっさりまとまりましたね。国内支持率は 37.9%、まあ、日本にしてはこの程度ですかね。で、新規生産可能というのは何が可能かというと、陸軍だな、まあ、ここはまだ生産する必要が、いや、あるな。とりあえず陸軍大臣というか、まあ防衛省の大臣に勝手に作らせておきましょう。あとあと手は入れられます。んで、韓国とも相互防衛条約結びましたね。で、国防省から軍事物資の欠乏が来てるんで、じゃあ早速作っていきましょう。工場、まずは欠乏している、じゃあ軍事物資ですね、これを作っていきます。どこで作っていくかな、軍事物資か、まあ、大きさが中くらいと大きいで選べるんですね、工場の大きさです。んー、まあ、ここは大きい方を選んでおいてもいいかな。お金はちょっとかかりますけどね。さて、じゃあこれどこに作っていくかだな。軍需工場だな。そうだな、軍需工場を作るんだったら、まあ、横須賀とかに近いところの方がいいよね。秦野の近くには厚木があるよね。厚木の地下、富士吉田の近くに作る、いやー、まとめて作った方がいいとかあるのかな、なんか隣り合わせにあった方が効率がいいみたいな。そしたら一大軍事施設、軍事工場をどこに作るかというのを決めていこう。やっぱり軍事工場といえば広島近辺のイメージがあるんで、この辺に軍事工場を2個ほど作ろう。で、生産量が多いものとして消費物資とかがあるんで、この消費物資も作っておいて、これ輸出の中心にしていこうかな。じゃあこれは東海地方を中心に作っていこう。で、当然お金はどんどん減っていきますね。で、何もしないとうまい政策を当てていかないと GDP もじりじりと下がっていく部分にはなってしまいます。お金をしっかり稼いでユニットを生産して戦争に備えるっていうのは基本的なところかなと思うんですよね。そうするとどうしようかな。電力なんかも今後必要になってくるよね。そうなると電力作っとく？発電所、石油の発電所1個じゃあ作ろう。どこに作るのが適してるかっていうのはちょっと難しいな。赤いのはあんまり適してないよっていう表記ですね。なので赤じゃないところを探していかなきゃいけないけど、この辺りにはないかな。いや、全然ないな、石油の発電所作れるところが。マジか。
まあ、作れなくはないけど適してないよってなっちゃうんでね。やっぱり我が国は石油は輸入に頼らないとダメ？かといって今更ね、石炭の発電所はないでしょう。核も微妙だよな。いや、核の方がまだいけるな。核の発電所を作ろう。ここ福島かな。そうだね。じゃあこの福島の近くにもう一個核の設備を作ろう。2個ほど。これで電力の需要も完成したら賄えるようになりそうですね。で、電力も売れるんで、少しずつ国庫が潤っていくんじゃないかな。で、時間を今最速に変えましたんで、時間をバリバリ進めていきましょう。ちなみに陸軍の方で何か作ってるかっていうのは、生産のラインに載っているものとして何が載っているんだ？生産のライン。10ライン全部使ってるね。上からエンジニア。これ残り68日で作れるよっていう状態ですね。あとは、これは自動車化代替かな？まあ、そういったものを10個勝手に作り始めてるんで、どうしようかな。これ作らせといていいのかどうかっていうのはちょっと微妙だな。まあ、金がかかりますからね。金がかかっただけじゃなくて維持費も必要になるんですけど、まあ、北朝鮮の動きが怪しいので、軍事費にかけるお金は当然増えていってしまう部分ではありますが、いや、これ見るとあれだな、韓国の方は軍事体制が着々と変わってるけど、北朝鮮の方は何も起きてないね。同盟国今ないからな。日本としてはね、アメリカと一刻も早く同盟を結んでしまいたいところですけど、そろそろロケハンで3、40分プレイした時は北朝鮮が宣戦布告をしてきた時期に近づいてきてはいます。ちなみに船橋は95万9000人、東京は922万6000人、10倍の規模だな。すごい大きいですね。東金、千葉は131万人になってますね。八街か、落花生のイメージしかないけどな。八千代、成田、銚子、横須賀。まあ、横須賀には海軍基地がありますよね。さ、動きが全くないのがちょっと逆に心配だな。これくらいからもうせわしなく戦争が始まっていったんですけど、動きが毎回毎回やっぱり多少変わってくるんですかね。お、我が国宣戦布告してきやがった。おっと、ここちょっと一回時間止めてみましょう。宣戦布告来たか。北朝鮮、北朝鮮が公式に我が国に対する宣戦布告を行いましたと、1月17日ですね。
ちょっと一旦時間を止めて、戦争はしたくないので交渉を行いましょう。北朝鮮に対して和平交渉。すかさず北朝鮮に対して和平交渉を申し入れて、さらに宣戦布告をされているので、アメリカに対してこここそ本当に相互防衛条約、これを申し入れしましょう。いやーマジか、いきなり北朝鮮から宣戦布告受けましたね。この日数、プレーを開始してから北朝鮮に宣戦布告を受けるまでの日数は少し前後する感じがありますけども、ロケハンと同じく北朝鮮から宣戦布告を受けて、北朝鮮はというと、なんでいきなり日本に宣戦布告するかな。普通さ、韓国でしょ一番最初は。なんでいきなり日本に宣戦布告してくるかな、ちょっと困るな。全然防衛体制整ってないんですが、はい。というわけで30分経ちましたので、今回はここまでにしてですね、次回は北朝鮮との戦争にいきなり引きずり込まれていくので、ここね、まずは外交解決という意味で和平交渉しつつ、裏ではアメリカと同盟を結んでいきたいなというふうに思います。では今回はここまでにさせていただきますので、次回もぜひぜひお楽しみにしていただければと思います。はい、というわけで、最後までご視聴ありがとうございました。ぜひチャンネルの登録、あとはですね、ツイッターの方で動画の収録状況と、あとは配信状況、まあ、その他もろもろ情報を発信しておりますので、興味のある方はぜひツイッターの方もフォローしていただければ嬉しいなというふうに思います。